知性発達学者加藤陽平とインテグラルトレーナー相田渡がお送りするインテグラルサイケデリックラジオ。おさて、リサの皆様、インテグラルサイケデリックラジオ第43回が、始まりました。本日もどうぞよろしくお願いします。渡さん、今日もですねよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、なんかあの冒頭ちょっと諫早で身構えている渡さんがいるんじゃないかなってちょっと思ってまして、普通の入りで始まりましたけど、いやそうそう、なんか今ずっこけましたよ一人。ずっこけましたか。あれって、はい、日本語でいいんだっていうね。いや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 、どうですか、もう12月前にして諫早の気候。そうですね、うん、まあ、今日はもうさすがになんだろうな、インナーもしっかり着てニットぐらいじゃないと、うん、やっぱり日中は外に出てもちょっと寒いかなという感じだったんですが、まあ、そうは言ってもまだ2桁ありますね。13、4度。うわー、それは羨ましいですね。そちらはいかがですか。風呂人間はまさに、位相転移が起きて、ほう、まあ、つまりこうフェーズがもう完全に変わってですね、はい、昨日から今日にかけても雪がちょっとこう車庫の屋根に積もってて、で、まあ、最高気温もまあ、2度前後で、最低気温がもういよいよマイナスの世界に入ったんで、かなり寒いです。朝はあれなんですよ、うん、はい、8時を過ぎてようやく明るくなってきて、8時40分ぐらいで、はい、まあ完全に明るくなったかなっていうことなんで、うん、まあ、今朝も3時に起床してますんで、5時間は真っ暗といてつく寒さ、その環境の中で過ごしておりました。もうね、闇と寒さです。あ、いや、そうそう、まあ、まさにその言葉ですね。闇の中、凍えながらサイケデリックを探求してきたわけですね、今日も。って感じですね。じゃあですね、まあ、ちょっと43回今日迎えるにあたって、前回から、まあ、ちょうど1週間ぐらい経ちましたんで、ちょっとこう、はい、趣向を変えてですね、ちょっと聞いてくださいよシリーズ、これはね、おちょっとこれは冒頭で、まあ、お互いにこの1週間ちょっとこれ聞いてくださいよっていうものがあればちょっと紹介するっていうところで、さあどうでしょう渡さん、なんかこうちょっと聞いてくださいよシリーズ、ちょっと聞いてくださいよシリーズか、こんなことがありましたとかね、こんなことにハマってますみたいなね、うん、加藤先生のギャグの沼にハマってますでもいいですよ。いやもうそれはもうすぐにでも抜け出したい抜け出したいんですけど、何かな、言われてみればこの1週間、そうですね、ちょっと加藤先生からいかがですか、うん、いいですか、特にでもあったんですよ、今日やばいことがありました。もうなんか笑ってますけどね、やばいことは夢が正夢になったっていう、今朝すげえ朝3時7分に起床する直前に見てた夢が正夢になったんですよ。それは何だろう、ちょっとドキドキしちゃうから事前に聞いておきたいんですけど、何だろう、ちょっと恐ろしくない方ですかね。恐ろしくない、全然恐ろしくない、めちゃくちゃ私にとってはもうポジティブなもので、もう端的に今日はですね、夢の中で白シビンマッシュルームを育てて、でいよいよ栽培キット眺めたら、あ、これ明日収穫だなって思ったんですよ。めっちゃ立派に育ってるやんってね、夢の中で。それで、まあ、目覚めたところ、本当に今日今朝収穫して、オーブンで乾燥させたんですよ。はあ、そんな一夜にして大きくなるものなんですか。もうね、毎日観察してますよね。毎日もちろんこう観察してて、まあ、そろそろ来るかなって思ってて、だからそれがまあ夢の中に現れたのかもしれませんね。まあ、自分の予想では あと2日3日はかかるなって思って昨日昨晩寝たんですよ。でも夢は明日収穫だって言ってたんですね。もう、そうすると、まあ、目覚めた瞬間に、その夢の中での明日っていうのはまさに目覚めた時の日だったので、あ、そういうこと、うんうん、まさに夢が正夢になったっていう。すげえ。そうですね。これはね、いや、無事にうまくいったこと、まず喜びました。ものすごく立派な白シビマッシュルームを育てることができて、はあ、それどうなんですか、大きさにしてどの程度のものなんですか。そうなんですよ、それでいきますと、中にはですね、まあ、大きいものはどうかな、10センチぐらいあって、はい、結構、そうなんです、早い、
絵の部分が太いものは本当に太い感じでしたかね。うん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 、そうなんですよ。で、渡るさんにあのプレゼントしていただいた計測器、これが役に立ちました。あ、グラムを測るですね、スケール、本当、助かりました。うんうん、あのスケールのおかげで、で、うん、測ってみたところ、うん、あのオーブンで6時間乾燥させて水分飛ばした後に 33.7g あったんですね。めちゃめちゃ取れてますね。いや、これね、やばいんですよ。で、あの私たちのヒーロー、サイケデリック哲学者のテレンス・マッケナは、乾燥したマッシュルーム 5g が英雄の服用量って言ってたんですよね。うん、だからその6回分で、しかも今日あの収穫したのは栽培キットのうちの3分の2で、もう1日待った方がいいなっていうキノコたちもいたんで、1回でこれだけ取れるっていうのはちょっとびっくりしましたね。はい、え、すごいな。え、しかもそれって乾燥させてるから、何ですかね、真空状態を作ってキープできるわけですよね、保管というか。そうなんですよ、おっしゃる通り。うわ、すげえ。だからこうフレッシュなマッシュルームだったら1週間以内にね、うんうん、取った方がいいけど、英雄の服用量6倍を1週間に取れんしと思って1回取れんし、白シミに耐性があるからね、2週間待たないといけないじゃないですか。うん、6倍さすがにはいくらスーパーサイコの音かとにならないと無理それはさすがに無理だなと思って。ちょっと厳しいか。うわ、すごいですね。そんな取れるんだ。で、それ仮眠前に6時間オーブンかけて 33.7 だったんですけど、いや、はい、完全乾燥させて、やっぱもっとちゃんと水分飛ばさないとね、あの冷蔵庫で瓶に真空で保存してもその保存時間が短くなっちゃうじゃないですか、水分が残ってると。なので、あ、そういうことで乾燥なんですね。そうなんですよ。もう一回1時間かけたら、うん、やっぱさらにちょっと水分が減って 30.8 まで落ちてたんで、へえ、まあでも1回の収穫でそれだけ、もう7時間ぐらいのオーブンでもうね、ほぼ水分飛ばせてる状態なんで、それだけ収穫できたってやっぱ大きかったですね。これはなんだか嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいです、これ。で、この栽培機と、うん、はいはい、うん、どうぞ。38ユーロだったんで、まあ、日本円数4500円ぐらいですかね。うんうんうん、はい。で、これって1回再収穫して終わりじゃないんですよ。だいたい3回ぐらい収穫できるんですよ。すごい。まあ、もちろん収穫量低減していくんですね。多分その土の養分を1回目で一番吸収して、一番取れて、ちょっと私の見立てだったら乾燥させた状態で 60g ぐらいいくのかなって、1回目でもう30で。20、10みたいな。そうそうそう、そんな感じかなってちょっと考えてて、ね、うん、まあ、もちろんその土にね、養分を足すっていう方法あるんですけど、もう何が養分か分かんないし、まだね、仕事がちょっと勝手に養分加えちゃ怖いなって思ったんで、とりあえずもう栽培キットのその養分あるものだけでやっていこうかな。でも 60g 取れたら、これ12回分セッションできるんで、すごいっすよ。これすごいですね。しかも自分で育てたものを摂取するっていうのが、またなんだかいい効果が期待できそうですよね。おっしゃる通りですね。まあやっぱ名前もちゃんとマッシュってつけてましたし、うんうん、夜寝る前とかね、私は薄い冷気 のマスター資格持ってるんで、薄い冷気で冷気送るってことやってましたからねすげえ愛情たっぷりと冷気入念、うんうん、まあ、だからでもこれで笑い話はこうやって愛情を注いでね、マッシュって名前つけたんだけど、最初のセッションでめちゃくちゃあのダークサイド行くみたいなことがあったら面白いと思うんですよね。まあ期待してるんですけどね、そろそろダークフェーズかなっていうね。いや、そうですよね。この間のサイケデリック体験4つの中の、最近は美的体験と非美的が多いというところが、ね、お話にありましたもんね。そうなんですよね。そうそうそう。まあでもこれね、こんだけ、まあ、季節としても闇が深くね、日照時間が少なく、うん、寒さも厳しく、白シビンセッションも闇いったらもう3連発っすよ。いや、もうこれすごいなってちょっと思ってて。まあなので、これね、うん、こんだけ収穫できたら、まあ、もちろんその周りのね、まあ、例えば友人のね、親友のメルヴィンとかにあげるっていうのもあるんだけど、うん、まあちょっとこう考えてて、はい、一回自分で本当に英雄の服用量 5g、 それくらい効き目があるのかって確かめてみないといけないんですよね、やっぱ。あ、そうですよね。だってとはいえ、僕らがちょうど1ヶ月半前かに初めて僕が摂取した時は、あれ何グラムでしたっけ。あれはやっぱり、そう、あれは白シビントリュフなんで、あ、トリュフとマッシュルームって多分違うと思うんですよね。うんうんうん、でも白シミトリュフあれ 15g あるんですよ。うん、そうそう。でしたね。でもなんか私からすると、地中にあるトリュフの方がね、白シミ含有量多そうなんだけど、ちょっとそこは分かんないんですよね。ああ。
そうそう、まあじゃあひとまず 5g で試されてみてっていうところですか。そうなんですよ、そうなんですよね。ただいやもうさすがに5じゃなくて6っていう微妙に1足すっていうこと考えた。ああそうですね、うん、うんうんうん、であとそのテレンス・マッキナが提唱しているこの英雄の服用量ってシロシビンマッシュルームって200種類のマッシュルームを一括りにしての 5g なんで、多分本当は品種ごとに全然違うと思うんですよ。そうかそうか、そうそうそう、うん、まあ、だからですね、まあ、今回はその200種類の中でも最もシロシビンが含有量が多いものなんで、うん、まあ、多分テレンス・マッキナが摂取したのもこうした高いシロシビン含有量のものだと仮定して、まあ、一応 5g ぐらいが、うん、まあ、一番ね安全で、本当はあの安全なのでもっと少ないんですけどね、 1g、 2g ですけど、さすがに私はねもうちょっともう最高の音的なんで 6g から始めようかなってちょっと思ってて、うん、そうそうそう、1回目はそんな感じですかね、うん、そうそうそう、わあ、それでもせっかくだったら、なんだろう、フレッシュの状態で食べたい、あ、食べたいっていうか、なんだろうな、摂取したいっていう風な思いになりませんか。あ、こうなんだろうな、自分がセッションするところから逆算して収穫を組み立てていくといいますか。そうですね、私最初からなんかちょっとフレッシュなものっていうのが、うん、やっぱ味がいまいちらしいんですよね、うん、シロシビンマッシュルームで全部。うわ、そうそうそう、そうか、だから最初からやっぱあのカカオパウダーの湯に溶かすっていうのを考えてたんで、うん、はい、それであればやっぱりもうあの何でしょう、乾燥させた方がより多く取りやすいというか、そうですね、水分が含んでるんでやっぱね結構大量に取らないといけないんですよ。ああ、英雄の服用量 5g 狙うんだったらば多分フレッシュなの 30g ぐらい取らないといけないんで、ちょっと多いですよね量が。そうですよね、変に熱にかけてしまってもそう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 、ね、こう崩れてしまうから、うん、オムレツとかにもできないですもんね。あ、これがね、でもね、オムレツには入れれるっちゃ入れるらしいですよ。え、そうですか。そう、あのマジックマッシュルームオムレツみたいなの作ってる人いましたよね。いますよ、本当。でも私はやっぱもう他に胃に入れたくないんですよ。あ、消化上ね。そう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 。ですからまあ基本的には乾燥させたもので、今回だからオーブンもやっぱりこう気をつけてて、白シビンも一応72度を超えたりすると弱い、あの壊れちゃうんで、一応オーブンの温度ももう最低温度で、その段階でも、そうそうそう、一番うちのオーブン50度までしか下がらなかったんで、まあ、50度で、うんうん、あのフィンを、あ、フィンじゃない、ファンを回して、うんうん、まあ、それくらい長くね、乾燥させていったっていうプロセス、いろいろ学ばされましたね今回ね、本当。いやー、もう実践者の息がどんどん深まってますね。いやー、もうありがとうございます、おかげさまです。はは、まあ、ということなんで、ここからはもうやっぱり、とはいえこれ今も実はちょっとまたダメ押しで乾燥させてるんですよ、あと1時間オーブン。あ、そうですか。そうそう、でさっきの 30.8 よりも下がるのかなっていうのも見たくて、多分もう下がらなくなったら完全乾燥だなと思ってて、まあ、でも間違いなくかなりの数のセッション分取れるんで、いやちょっと最近は3週間に1回ぐらい考えてたけど、もしかしたら月に2でいいのかなっていうね、ちょっとこれ使い切らないといけないからですね。いや、僕もオランダ行ったら絶対もっと頻度上げてますよ。まあそうでしょうね。そうだよね。うん、まあこうやって自分の体制ってそうどのぐらいなんだろうなってのも知りたいですしね。確かに、うん、そうですよね、うん。そうなんですよ。なのでちょっと今あの本当にこう楽しみにあのちょっとしててですね。うんうんうん。ですよ。まあちょっともう当初予定してたよりも早く今週の金曜日に第20回のセッションしてもいいかなってちょっと思ってるんですよね。あとそれはどのくらいの頻度になるんですか。前回12日ぐらい。いや、もう多分2週間以上空いてるんですよ。あ、もう空いてますか。空いてて、来週の火曜日ぐらいにしようかなってちょっと思ってたんですよね。ただまあそれが数日ちょっと早くなるみたいな感じですかね。そうそう、うん、まあ、乾燥させたといえどもね、乾燥させてもフレッシュな状態っていうのがやっぱ早い方がフレッシュなんで、うん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 、前回12日でしたから、今2週間と3日以上17日間空いてる。そっか。ああ、もうじゃあ随分と空いてますね。そうなんですよ、そうなんですよ。いやー、どうかな、ちょっとね、全く分かんないですよ。私も初めてですよ、マッシュルームの形で摂取するのは。あ、トリュフしかないから。そう、わあ、これま、なんだか違いそうですね。多分ね、なんだろう、地中にあるのか外に出てるのかっていう、大陸のなんだろう、うん、ちょっと私が聞きたかったのが、あの、はい、シロシビンマッシュルームって、このシロシビンってキノコの体のどこに一番含まれてるのかなって今朝ちょっと考えてたんですよね。
はあ、そう、渡さんの中でなんかどこが一番含まれてそうとかってあります？シロシビン含有量、どこがキノコの部位の中で大きいかってことですよね。柄の部分、確かにな、傘、ひだの部分とか。うわぁ。うわぁ、どうなんでしょう。でも、イメージとしては、こう、なんだろうな。こう、幹、まあ、根から吸い上げての最後、傘の方に行くから、うんうん、中継地点は、その茎の部分だったとしても、最後はこう柄の方に溜まってそうですよ、ね。あ、そこが胞子として、また出ますもんね。うんうん。なので、どこなんでしょう。なので、先生のお考えというか。上の方ということですか、うん、上の方。そうです。あ、いや、私は全くやっぱ同じで、あの、うん、やっぱりその胞子っていうのが、結局これ卵なわけじゃないですか。うん、つまり、動植物でも卵が一番栄養価が高いってことを考えると、うん、まあ、やっぱその胞子の部分の傘の部分かな、胞子のあるひだの部分が一番多くて、とはいえ、渡さんがおっしゃるように、これね、地中から養分をこう吸い上げてるんで、絵の部分にもやっぱ何かしらのシロシビンって含まれてると思うんですよね、幾分は、うん、だから一物全体として摂取したいなってちょっとこう思ってて、やっぱ面白いんですけど、あ、いいですね、あの金学者のね、あのポール・スタメツ教授が述べてるように、シロシビンが含まれてるキノコは一般的に青く変色しやすいんですよ、はあ、本当に綺麗に青く、あの青色になってるんですよ、絵の部分とか。へで、うん、あの地中から取った時にちょっと土が下の方ついてるんで、そこをこうナイフで切り落とした時にやっぱそこの部分が青くなってたから、うん、それを見た時に、あ、やっぱ柄の部分にもちゃんとシロシビン含まれてそうだなって思ったんですよね。なるほど。でも最も多いのは多分胞子なんじゃないかなっていう。で調べてもまあそれ出てこなかったんで、うん、ちょっと図鑑とかちゃんと見ないといけないですね。そう、どこに一番。なるほど。でも多分渡さんと私の仮説が正しいんじゃないかなと思いますね。うん、うん、これでもあの、まあ、大麻と比較してもあれかと思うんですけど、大麻ってこうね、葉っぱの部分と茎の部分での、あの、成分さえも違うじゃないですか。本当そう。そう考えると。いや、私、まあ、めっちゃいいこと言うね。そう。なんか茎だけ、絵だけで分けて食べる機会もぜひいつか取ってください。むちゃ無理。それは確かに面白いね。うん、本当そうだ。茎はすごいダークサイドだけど、絵はいつもハッピーみたいな。確かにね。確かに。それ面白いです。はい、ビギナーズマインドです。いや、でもすごいいいですね。あ、ちょっと、まあ、ちなみに、あの、キノコの部位の話はそうですね。あの、幹の部分のことを絵っていうらしいんですね。うん。まあ、幹の部分、茎の部分を絵と言うと。で、上の方が、うん、傘。で、傘の裏側が胞子があるひだ。これはまあ、この3つに大体区切られてて、うん、確かにそれ面白いですね。はいはい、うん、うん。カンナビスは THC と CBD 全然違いますもんね。うん。面白いな。なんか溜まる成分もなんか別そうっす、ね、な気がしますよね。あり得る。別な可能性があるし、同時に土から吸収した栄養素をどこの部分でどういうふうに合成とかしてるかで、多分確かに含まれてるのも違いそうですね。だっておそらくほとんど その野菜自体も、例えばブロッコリーは、ね、こう茎の方が栄養価が高いとかいう表現がされてるように、うん、いや一つ一つのお野菜もきっと、ね、皮に栄養があるのかとか、そういったなんかこう住み分けがされているように、なんだかキノコ君にもありそうですね。確かに、いや、渡さんにこの話してよかった。ちょっと私が事前に考えてた仮説よりも確かに一歩なんか進んで、野菜でも本当そうですもんね。うん、確かにな、本当そうだな。だから今回本当にいろいろ学ばされて、収穫のタイミングとかっていうのも、うん、やっぱすごくデリケートで、説明書には、うん、その傘の部分が開く前直線って書いてあるんですね。でも1秒1秒リアルタイムで観察してるわけじゃないから、うん、どのタイミングで開くか分かんないと思ってて。そうなんですよ。すげえ。ですよね。でも、うん、やっぱなんかこう開いちゃうと胞子が飛んじゃって、胞子にやっぱ栄養があるんでしょうね、きっとね。だから胞子が開く直前がベストって。そうそうそう。なるほど。そうなんですよ。だからいやこれ深いな。深いんですよ。だから今日の夢は本当に示唆深くて、あの夢がなんか多分私今日収穫するんじゃなくて明日まで待ってた気がしますね。あ、ちょっともうそのまま、まだそう大丈夫だろうっていうことの判断をしちゃったってことですね。そうなんです。ただよくよく見たら一個がほう、あのもう傘開いてたんで、あ、これはと思って、はあ、今日この瞬間しかないと思って朝4時17分かな収穫しました。うん、うん。マッシュもびっくりしたでしょうね。うもうってもう早いな早いな早いな、朝4時17分かよって朝4時17分かよ
いやでも先生のそうあの生活リズムの最近の調子っていうのをちょっとあの興味がありますね。渡辺さんこれどうですか。はい、これね正直やっぱもう素晴らしいリズムになりましたね。なんでこのリズム採用しなかったんだろうっていう。あのやっぱりよく睡眠って、まあ、渡辺さんの方が多分睡眠は詳しいと思うんですけど、よくゴールデンタイムって10時から2時って言われてて、当然人によって違うじゃないですか、はい、そう多分ね、うんうんうん、でも確かにこれまで自分は大体ですけど細かな話でいくと9時55分までにはもうベッドの上で寝てたんですよ。で大体5分以内くらいもう入眠できるんで10時にはもう夢の世界だったんですよ。でも、はい、面白いことにボストン旅行は結構きっかけで、あの時体調崩してたんで早めに寝てたんですね。はいはいはい、でそれがなんかこう習慣の転機になって、オランダに帰っても、うん、やっぱり夕食後って集中力落ちるじゃないですか。ああそうですね、うん、そうだからあそこで無理してその期間に時間帯に無理して本読んでももうあれだと思ったんで、食べてちょっとゆっくりしたしてから入浴してすぐ寝るっていうことをやってみたら、うんうん、はは驚くほど疲れがたまらないし、つまりもうあの夕食食べてまた本読むと多分それ脳が疲労しちゃうんですね。うん、でもその前の段階で寝ると睡眠時間がやっぱり以前よりも短くなって、まあ、9時半にはもうベッドの上で、そうすると朝3時にすっきり起きれるんですよね。すごいな。こうなんだろう、かと目覚まし時計もアラームもかけないんですよね。絶対かけないです。脳にもう破壊するんでもう絶対かけないです。20年間かけたことないです。でもちろんなんか朝飛行機に乗らないといけないとか、それは一応スマホで設定するじゃないですか。でも人間って面白いんだけど、はいはい、目覚ましの前に起きるんですよね。そうですよ、ね、そうだから目覚ましの音聞いたのは20年間高3以外の時、高3までです。もう20年間ないです。携帯のアラーム機能もまだ出番ないのかなって、ちょっと待ってましょうね。まあ、いやもうそうなんですよ。でこれがね本当似たようなリズムで生活したのがケン・ウィルバーで、ウィルバーは10時までに寝て朝2時半か3時に起きて座禅1時間1時間半か2時間するんですよね。そうそう、なるほど。だからもう本当にウィルバリアンですよ。ウィルバー的なライフスタイルになってるっていう。確かになぁ、ウィルバリアンですね。ウィルバリアンです、これはもう本当に。そしてこうなんだろうな、やっぱりだいぶ前の冒頭でこう言ったかもしれませんけど、やっぱりこうなんだろう、生活リズムのこうきちっとした観点、もう本当カントのようですね。いやいや、毎日決まった時間に本当そうですね。ねえ、こう生活リズムがあったように。そうなんですよ。でもちろんなんかこう自分のその日の体調によってあの4時に起きたりもすることもあるんですよね、うん、もちろん、うんうん、そうそうそう、うん、でもやっぱりなんでしょうね、今朝3時7分で昨日3時8分なんで1分ずれぐらいですね、うんうん、大体。うん、すごい整ってますね。そうなんですよ。やっぱね3時台に起きるともう朝が有効かつ正午まで探求できるって、もう読書がねはかどりすぎるし、研究のことがもう取れまくりなんで、すごい収穫量ですよ朝の。ハーベストしてるわけですね。そっちまで。そうなんですよ、ハーベストがすごいこっち。すごいな。だからやっぱ私はこれどうですか、万人におすすめしてみたいですか。やっぱり、まあ、もちろんそのどういうふうに生きるかが結局大事で、朝3時に起きたけど、はい、はいいけど何も学ぶことないとかすることないじゃ、それはねかわいす苦しいじゃないですか。でも自分が本当に学びたいこととか好きな趣味とかある方とかはですね、本当におすすめですね。そうか、とにかく夜は疲れる前とかにもう寝ちゃうんですね。なるほど。朝早く起きてっていう。いや、なんかだから、本当にあのゴールデンタイムってあるかもしれないなと思いますね、自分の場合には。そうそうそう。いや、そうですね。だってこう、12時に寝て、6時に起きる6時間よりも、あ、全然違うんですよ。9時に寝て、3時に起きる6時間の方が、そりゃいいに決まってますよね。あ、やっぱ私もそう思う。プラス2時間分ぐらい。うんうん、あ、間違いなく。はい。いや、その通り。やっぱプラス2時間分、ノンレム、レム睡眠、1サイクル以上やっぱ違う。1サイクルやっぱ違うっすね。そうそうそう、ああそうか、1サイクル1時間半ぐらいだね。そうそう、なんだろう、そのサイクルの深さがいきなり早いのかもしれないですね。いや多分そうだと思いますね。そうなんですよ。であとはやっぱ渡るさんからもらったマッサージボールが活躍してて、おやっぱあれ入浴前と入浴後あれでちょっと背中と肩ほぐしてから寝るんですよね。そう、それでね入眠もものすごく良くなってるし、すごいな。体力あって頭使い続ける体力もあればもう最強ですもんね。そうなんですよ。
いや、渡さん、ちょっと、なんか、はい、渡さんの、ちょっと、聞いてくださるシリーズの前に、やっぱり今のその話、もうちょっと、渡さんも聞きたいことがあって、うん、あと、やっぱこう、3時に起きるっていうプラスアルファ、あと、じゃあ3時に起きてから、例えば正午まで、いろんな自分の探求活動とかね、創作活動を息抜きにしたりもしますってなった時に、集中力の持続力って大事じゃないですか。はいはいはい。これがね、やっぱ驚くほど続いている要因の一つに、以前から集中力高く保ってたんですけど、もうちょっと一歩深めれると思って、はい、ちょっと実はこの1週間2週間ね、変化させたことがあって、身体実践で。お、何でしょう。これね、有酸素運動を取り入れ始めたんですよ。へえ。これまではこれまでは体重落ちることが嫌ってたんで、昔はランニングとか好きだったんだけど、ランニングしちゃうとやっぱ体重が落ちすぎるんですよね。でも今はかなり筋力が安定してきたんで、ちょっと有酸素運動を取り入れたところ、うん、あのね、まあ、この極寒の地のオランダではもう普段汗かくことなんてゼロなんですよ。はい。ジムまで走ってっても汗かかない。でも、うんうん、やっぱさすがに有酸素運動でローイングマシーンとランニングで、まあ、合計30分ぐらいすげえ、ローイングマシーンもされてるんですか。そうなんですよ。ローイングマシーン12分、ね、ランニングマシーン20分、はい、今のところそれくらいにしてるんですね。でもやっぱ20分有酸素運動を超えると汗がにじんでてきてですね、うんうん、汗かくことの気持ちよさと、有酸素運動によってやっぱその脳への酸素、肺と脳へ供給される酸素量が増えて、やっぱ集中力のまた高まりですね、持続力、これ感じてるんですけど、ちょっと渡さん、トレーナー的にこれはやっぱあり得る話ですかね、この有酸素運動だからやってるじゃないですか。これはあり得るでしょうね。当然のように有酸素運動をしているとしていないじゃないですか、酸素の供給って全然違いますよね。やっぱりそうですか。いや、しかも加藤先生がされている有酸素運動の種類がまたいいですね。本当ですか。おお、はい、つまりこうローイングマシーンも、うん、まあ、筋トレよりの有酸素運動なんですよね。なので、そのように強度の高い有酸素運動を短い時間でぐっと詰めてやるっていうのが、うん、これもバカバカ酸素が入ってくる最高の秘訣なので。なるほど、すごい。いや、嬉しいな、それを渡田さんからお墨付きもらえると。おっしゃる通りで、やっぱローイングマシーン、これまでローイングマシーンと、あとその、背中の背筋鍛える別の、似たような動きのマシーンあるじゃないですか。あっちも使ってたんですよね。うんうん、でもあっちはもう、あ、なるほど、もっと重たい重りでグーってやって、1回12回ぐらいのものを3セットとかね、4セットぐらいやるって。あ、それもそれで素晴らしいです。はい。やっぱり有酸素運動よりのローイングマシーンを使ってみたところ、やっぱりその翌日、結構ね、筋肉痛が来てて、肩周りかな、肩甲骨周りかな。あ、だから、あ、これもやっぱ鍛えられてんだなってちょっと思ってて。いや、もう完璧ですね、筋トレ。上半身ももう胸も腹筋もされてますもんね。そうなんですよ。ってなったら、ローイングマシンってもうあのマシンだけで 85% 全身の筋肉使えるんですよ。うまくいけば。そうなんですか。ってことに、唯一使ってない胸の部分と腹筋ですね。うん、あ、したらもうほぼ 100%。うわ、さらに有酸素運動、そして食事と睡眠。いや、完璧です。うわ、すごすぎる。めちゃくちゃお墨付きもらった。だからそれでいくと、パーソナルトレーニングがない日は、自主トレの日はですね、渡さんおっしゃる通りで、胸を結構メインに鍛えてて、うんうん、そう、だからあと腹筋かな、腹筋のとこですかね、うん、ちょっとそこだけ鍛えれば確かに完璧になりそうですね、うん、いやあとね、ランニングマシンもこう、もちろん外を走る方がね、いろいろ負荷量があったりするんで、いいと思うんですけど、うん、ちょっとね、あんまりお風呂人間、気候が安定しないんですよね。まあ、だからランニングマシーンで傾斜角度3度以上がなんかこう外で走ってるのと同じぐらいって言ってたんで、すごいですね、うん、3度で傾斜つけて、うんうん、後半10分は 3.5 度でちょっと試してみて、ああ確かにちょっともう 0.5 変えるだけでも違うんですよね。この微細な調整ができるって面白いなと思って。だからね、やっぱね渡さんがやってる仕事の素晴らしさと、やっぱもう運動の進めて本当に万人に伝えたいですね。ははあ。あと私、やっぱもう、有酸素運動やってる最中に、これちょっと加藤ゼミの方でも、加藤ゼミの音声でも話したと思うんですけど、うん、ゾーンにすぐ入っちゃうんですよ。まあ、すぐって言っても、数分間ローイング漕いだり、ランニングすると、やばいと思って。いや。自分は体重落としたくないし、脂肪燃焼したくないんだと。ある程度の有酸素運動でいいんだって思ってるのに、入っちゃうんですよ、ゾーンに。やべえって。それすごいな。朝3時から12時まで本読んでるの同じく8時間走れるみたいなね。やばいやばい、これ絶対やめてこと
いやでもすごいっすね、やっぱ身体実践ね。いや、これなんで入れるんですかね、超興味があります。いや、渡辺さんありがとうございます。それはね、やっぱりもうこうやって身体をとにかく食事の面と睡眠の面に整えてるというのと、あとはもうやっぱサイケデリックセッションの影響って本当に大きいと思いますね。はあ、日々の、まあ、夜のメディテーション、とにかく集中するっていうことをもう日頃から訓練づけてるんで、そこに身体的な感覚、快感が伴うようなものがガッチャンコされるとゾーンに入りやすいんですよね、やっぱ。うわ、今のすごいな。そうなんですよ。だからでも理想はもう鬼滅の刃みたいな感じで一呼吸だけで入るっていうのが一番もう理想ですよね、境地ですよね。おずっと深呼吸ふーってしてグッともういきなり入るみたいなね。うん、そうそうそう。いやいや、もうどんどんもう盤石ですね、もうサイケデリック。そうなんですよ、これ私のおっしゃる通りで、何のためにこれやってるかって、もうサイケデリック研究のためだけです。そのために、うんうん、身体をもうとにかく整えるしとね、食事も睡眠もって。そう、確認ですけど、別に何かの大会に出るわけじゃないですよね。出るわけじゃないですね。聞いてないもんな、それは。出るわけじゃないですね、うん。そうそうそう。トライアスロン大会が控えてるとかでもないですよね、別に。もうなく。とにかく毎日サイケデリック研究に没頭するためだけにこれやってます。うん、本当。人生かけてます。もう。という、ね、ちょっとシェアを聞いてくださってありがとうございます。ちょっとじゃないね、これ。ちょっと聞いてくださるなんて30分。いや、これは。ありがとうございます。でも面白いな。でも、いや、もう究極の実践者ですね。ありがとうございます。いや、それでいくと、なんか渡るさん、ちょっと聞いてくださいよシリーズ、うん、ちょっと私の話聞きながら、渡るさんご自身の話ながら、うん、いや、そう、同時に思ったことが、本当におかげでいくつか出てきたんですけど、やっぱり2つあって、その最初の1つが、うん、やっぱりこう、筋肉だとか、体力だとか、うん、まあ、その時の体の体調っていうのを、やっぱりこう、なんだろうな、やればやるほどたまるんだけど、それを、例えばこうサイケデリックの勉強とか、まあ、英語の勉強とかって、こう、集中に、なんだろうな、使う貯金の残高のように僕は結構感じてることが多くて。素晴らしい。うん。うん。もう体が、もう、全然こう、なんだろうな、もう全くダメです。動きませんっていう状態で何か自分の、アクティビティを行うってなった時に、やっぱりエネルギーが出にくいと思うんですけど、本当そうですね、体力という貯金があったらそこに当てられる。うん。で、しかも、加藤先生のように、その持続力が長く集中力を持つっていうのが、やっぱり、身体実践の、まあ、なんだろうな。うん、まあ、本当に一つの目指すところの形ですね。なるほど。いや、渡辺さん、今のなんかお話聞いて、それすごいご指摘だなと思ってて、やっぱりウィルバーがあれだけ、その、ウェイトリフティングして筋肉を鍛えてるっていうのも、やっぱその集中力の持続だと思ってて、うん、やっぱ学習って、うん、もう全てやっぱ身体からなんですよ、本当に。身体で始まり、身体で終わるって私は思ってて、うん、読書でもですよ。数学でもです、うん、身体が数学するっていう、確かそういう書籍も出てるぐらい、ははじゃ体から覚えて体で実践し、もう体から始まって体で終わるっていうのは私の今のこう考えで、これがちょうどこの間のラジオで始まったじゃない、話した脳と意識の話ってあったじゃないですか、うんうんうん、あれってまさに、ベルグソンとね、それからベルグソン・ハクスリー理論、別名原量バルブ理論、うん、もう脳が意識を生み出すんじゃなくて、脳はあくまでも意識のフィルターだっていうこと、何を言ってるかというと、うん、脳ってよくよく考えたらこれ身体の部分なんですよ、ということは、うん、この脳の機能、つまり身体をどれだけ鍛えてるかがフィルター作用に作用するんですよ、間違いなく、うん、なので意識現象とか知的な活動するときに、そのやっぱフィルターをどういう風に精度高く保っておくか、フィルターの機能を磨くかってやっぱすっごく大事だなっていうのは私すごく実感してるんですよね。うーん、だからやっぱその体を鍛えるっていうことは、即やっぱりそのちゃんと脳に酸素を送るとかも含めて、また脳のシナプスもね、ニューロンも形成されていくじゃないですか、たくましくなるじゃないですか、うん、確かに。そう、なるほどな。で、脳のそのニューロンにせよシナプスよ、これはタンパク質でできてるんで、普段から良質のタンパク質取ってますかと、うん、そして脳の細胞は油で動いてるんで、良質の油を摂取してますかっていう、やっぱこれ食事なんですよ。ははだから私はそういえばと思ったのに、やっぱもうサイケデリック研究のために、このフィルターとしての脳をとにかく今
大切に使してるんだなって思いましたね。そうですね。今食事も今どの段階まで行ったんですか。ベジタリアンからもうビーガンの方まで。そうですね。今もうビーガンですね。ビーガンですね。そうですね。だから乳製品とかも取ってないですね。そうか。ちょっと前まではラクトオフベジタリアンだったんで卵1個取ってたんですよ。うん、で卵1個の前まではやっぱオランダチーズの国なんでチーズ卵を取ってたんですね。うんうん、でももう動物とかの肉は一切取らずで日本に帰った時だけ魚がやっぱ美味しいんで魚を食べるっていうのは日本に帰った時、うん、1年か2年に数回魚を食べるっていう、うんうん、今はもう完全にベジタリアンかな、ベジタリアンビーガンですね。ビーガンでタンパク質は、ヘンプパウダーと、豆腐と納豆から摂取してる感じですかね主にね。なるほど。いやー、そういえばですけど、こう、僕もあの、10月16日のセッション以来、あの肉食べで出なくなっちゃったんですよ。ほんとっすか？うわ、そうそうそう、そういや。はい、話題に、そういえば上がることがなかったんですけど。それ大きな変化じゃないですか。ちょっとそれ身体的に、精神的にもちょっと受け付けない自分が。そうですね、なんだろうな、本当以前、これはウィルバーの奥さんが言ってた言葉ということを加藤先生からお聞きしたんですけど、うん、やっぱこれ自分が殺せないものは食べないっていう方針です、ね、なるほど、目覚めましたね。なんかそこ、いやーどうなんだろうな、まだこう寝ぼけ中ぐらいかもしれないですけど、目の前に出てきたら食べるかもしれないですけど、なるほどね、あえてそれをチョイスしないっていう感じ。いや素晴らしいですねそれは。いやなんかそれすごく自然な現象かなってやっぱ思いましたね。あれだけの体験をしたから、うん、その食倫理、うん、食事性に関して大きな変更が起こるっていうのはなんか納得できて、うん、で私そうなんですね、こう自然ですもんね、なんだかこちらと、うん、私もここまで食事性に来るまでにいろいろ変遷があって、うんうん、で JFK にいた時までは肉は食べてたんですよ。でも、うんうん、やっぱもう牛と牛は食べなくなってて、食べても鶏肉までだったんですよね、うん、はいはい。やっぱりその何を動物の肉も大きなものはもう摂取しなくなって、鶏だけ食べるっていうところから鶏もやめて、うん、魚へと、で魚もやめてっていう、私そういうフェーズをたどってったんで、うん、なんか渡さんのここからの食事性も気になりますね。いやー本当そうですね、全然ちゃいますよ。あ、やっぱ何を食べるかで体の、いやそうですか、脳の働きが本当に違う。すごいな、本当これまでの、うんうん、栄養の知識ってのもう何だろうな、組み込まれた栄養の知識の勉強だったんだなってい う, こう気づきが訪れていく中で、うん、早くやっぱりこうそろそろ栄養としての知識っていうのをこれ脱却していく、ね、そうですね、うん、確かにフェーズなのかもしれないですね、うん、いやもちろんこれすごく難しいんですよ、ね、いらないですもん、難しいんですよね。そういろんなこうまたそこに携わってる人たちがこう目の前にいる中で、そうそうそう、切り捨てるような発言になってしまいかねないという思いでも喋ってるんですが、やっぱいろいろ難しさがあって、それは渡さんのおっしゃる通りいろんな方たちが関与している分野だし、うん、同時に私たちの身体のね構造とかも違うし、とにかくまあ問題なのはその文化ですね、食文化で、ね、うん、いろんなメッセージが投げかけられるんで、それに結構バイアスがかかってて、うん、ね、よく食べないといけないとか、ね、1日3食食べないといけないっていう文化的な思い込みからどうやって脱却するかが結構難しいんじゃないかなって思うんですよね。いや、でもやっぱ根本に立ち返っていくと、人間の腸ってものすごく長いんですよね、うん、でその長いのは基本的に草食動物と作りが似てるんで、やっぱそこと、はい、あとはその歯の形ですね、これが結構植物をすりつぶすような形にできてて、で、人類がどっから肉食に変化したのかっていうところを見たときに、やっぱもともと草食だったんですよね、うんうんうん、そこからその肉食にちょっとこう変わっていったっていう歴史があったときに、でも身体の構造上はやっぱ植物とかを食べる方に適してんじゃないかなっていうのが私がちょっと思ってること で, で自分自身はそういうビーガン的なものになると、やっぱ全然体の切ると頭の回転とかも違うなっていう。うわー、でもそれやっぱ実際の感覚として感じてるっていうのがこう一番大事なポイントですね。そうですね、そうそう、感覚的なね、フィットがないと。そうだから、そうやっぱその肉を消化する時間に胃腸を使わないから早く寝れるんですよね。あ、それはもう言えてますよね。そうそうそう、うん、それがあるな。じゃあ今のちょっとその食事でちょっと思い出したんですけど、うん、渡さんちょっと聞いてくださいよっていうのと、リスナーの皆さんちょっと聞いてくださいよっていう話があって、おちょっと1個しかしていいですか、はいはい、思い出したこと、うん、お願いします。そういえばと思ったのが、
今からもうね、渡さん来られた1ヶ月半前かな、ロッテルダムに行ったんです、はい、私ね、うん、でロッテルダムのホテルに、宿泊、渡さんと同じホテル宿泊してた時に、うん、朝朝食会場1階あったじゃないですか、1階のレストラン、うんうん、で、うん、あの1階のレストランで面白い人見かけたんですよ。何かっていうと、うんはい、なんか私が食べ終わって、渡さんと私がご飯食べ終わった後かな、で食べ終わった後に、うん、あれこの人も食べ終わったのかなって思ってたその人が、なんかね、子供のように指くわえて物欲しそうにいろんな食べ物を物色してるアジア系男性がいたんですよ。え、この人さっきテーブルで食ってたよな、ガッツリ食ってたよなと、お腹いっぱいってなんか日本語で言ってたのに、なんか食べ終わった後もなんかさっき見たはずの、うん、あの料理並べてるとこまたうろちょろしてて、ハイエナみたいなアジア人がいて、えっ、なんだよと思ってたら、ソーダ渡さんでした。あのハイエナの行為何だったんですか、渡さん、今から思い出すと。あれね、いや、うん、なんかなんかないかなって言ってましたもん。なんかないかなって言ってました。本当指くわえて、本当皿をね、お皿片手にこう、首を左右にフリ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 してましたもんね。もうね、あの、私のこと眼中になかった。あれこそ眼中にないっていう表現なんだろうね。なんか獲物を探す目でした。眼中にねえみたいな感じで、もう、あれは面白かったな。なんかないかなって。でもそこからの渡さんの食意識でちょっと目覚めがあったってのは面白いな。いやー、本当ですね。でもこれやっぱ実践者、目の前でこう実践してる人がいると、やっぱりいい影響を受け入れますね、おかげで。なるほど。いや、それなんか嬉しい。加藤先生のおかげです。うん、やっぱ私もいろいろこうね、本当に実験するのが好きで、渡さん、ファスティングとかはしたことあるんですか、うん、ないんですよね。おやおやおや。ないんです。そうですか。ない。うん、白市民セッションの日も1日ファスティングになるかなって思ってたんですけど。朝がっつり、うん、セッション後も近くの、そうそう、しっかり食べて、終わってもしっかり食べて、楽しかったって言って、ぐっすり寝て。すげえなー、そっか、そうなんですね。ファスティングどうですか、先生の。いや、これもね、体感。うん、私もね、違うんですよ。やっぱり通称、宿便って言われてるような、私たちやっぱ腸には、うん、排便じゃ排泄しきることができなかった便がやっぱ固まって、溜まってるんですよね。私やっぱ最初にファスティングした時相当驚きました。あ、これが宿便なんだってものがやっぱ出てくるんですよ。はいはいはい。それで腸がものすごくきれいになって、栄養吸収がやっぱもうすんごく高まったし、うん、やっぱ病気になりにくい体も作られていくっていう、それは実感してて、うんうん、今私白シビンセッションする時は基本的に1日ファスティングと組み合わせてるんですよ。あ、へえ、うん、翌日がね、前日の夜食べて、で白市民セッション朝の11時にしますと、うんうんうん、そしたらもう夕食は食べずに、うん、次の日の昼までか、だから1日ファスティングみたいな感じですかね。そう、おやっぱね、だいぶ違うね。そうか。ただこれ渡辺さんに真似してほしくないんですけど、何回か数日、3日5日のファスティングちょっとした後に、自分がどこまでファスティングできるのか試したことが4年前あったんですよ。固形物摂取しないように、うんうんうん、最長21日間やりました。マジで固形物全く食べずに21日間過ごした時に、やっぱ通称ね、これケトン体っていう形で体が動き出すんですよね、うんうんうん、ケトンの匂いが体からしてきて、ははブドウ糖じゃなくてケトンで動き始めると、やっぱサバイバルモードでまたここまで脳が鋭敏なんですよね。そう、すごいな。一番の組み合わせはそこまでやる必要はないんだけど、数日間ファスティングした後にサイケデリックスっていうのが一番多分体験は深くなるでしょうね。結構それやってる人いるんだよね、うん、欧米では。そうですね、遡るとやっぱ原始的な生活リズムとか食生活っていうところにやっぱ起源があると考えると、うん、それはそうだなと思っちゃうな。そうなんですよ、そうなんですよ、うん、まあ、なので、まあ、今先生の、うん、あ、先生の中でそのファスティング期間中の、うんうん、何でしょうね、植物も、物がこう体内にない状態でのこう炎症反応が起こってしまってるんじゃないかっていう点に関しては、どのようなこうお考えというか立場を取ってますか。うん、こう胃とかの今、うん、
胃というよりも、その体がその栄養物を欲してる状態、筋繊維、筋肉、皮膚、脂肪、その他の組織すべてが栄養をこう欲している状態と、でその時に体にこう栄養素がない状態、枯渇している状態だったら、うん、若干の炎症反応が起きてしまうっていうところが一つのこうなんでしょうね、立場として持ってるんですね。まあ、だからといって僕がしてないわけじゃなくて、僕がやってない理由はお腹が空くからだけなんですけど。なるほど。はい、何かそのあ、いいっすね。多分、うん、それはあれですね、本当に栄養が枯渇し始めたらそうなると思うんですけど、でもあの20日の時もそうはならなかったんですよね。で、いやそうですかね、数日間のファスティングの時はあの体ってやっぱオートファジーっていう、ね、ものがこう活性化されて、あの基本的にやっぱ私たちの体は 100% クリーンじゃなくて、ゴミのような物質とかゴミのような細胞がいるんですよね、今にも死にそうな、うん、でオートファジーはやっぱそれを食べて栄養に転化させてくれるっていう、はいはい、つまり、うん、ゴミをもう一回ちゃんと燃やしてくれるっていうところから、なるほど、炎症反応とか全く起きず、むしろゴミが減っていく感じがするんで、体も軽やかになるし、でやっぱもうメリットしかなかったですね、ファスティングは。うわ、すごい。そうそう、でもちろんね、慣れてない時には多分あの何でしょう、コーヒー飲みまくってたりするとカフェインから あの離脱症状とか出たりとか、うん、ね、前日にお酒飲んでましたとかっていうのはちょっとあれなんで、ファスティングするってなったらやっぱ数日前からちょっと準備していく必要ありますよね、食事、うん、そこは安全ですね。そうそうそう、まあでもビーガンに切り替えればね、もうあのいつからでもファスティングできるっていう、うん、そっか、瞬時の切り替え、そしてやっぱ世界の流れはビーガン、ベジタリアンだもんな。そうなんですよね、そうなんですよね、確かにそう。でもこれまあ身体としてだけじゃなくて、それこそインテグラル的な発想のもと、そういったことに移行しているってことも何だか言えてますよね。やっぱそうでしょうね、うん、やっぱなんかこう本当に思うんですけど、ハーバードの神学大学院にプラントコンシャスネス、ファンジャイコンシャスネスの読書会があるじゃないですか、植物意識と健康意識、うんうんうん、やっぱりサイケデリック体験をして、例えばその非人間になってくると、まさにパンサイキズムの発想というか、動植物にも意識のようなものがあるっていう立場を取った時に、簡単にその意識を、はい、意識を持つ存在を食べることって難しいと思うんですよね、特に動物とかになってくるとなおさら。でさらにはそうした植物とかへ、この植物にも意識があるんだって思うと、やっぱそれを大切に扱おうっていうふうに思うんじゃないかと思うんですよ。だからそこから自然と食事線がこう変わってくる、うんうんうん、だから自分で植物を育てて自分で食べるとか、ライフスタイルそのものも変化してくるんじゃないかなって思うんで、やっぱりそのね、肉食から草食とかに変わっていくっていうのは、私はなんか一つの、もしかしたらこれあんまり言い過ぎちゃあれだと思いますけど、一つでも進化の証かもしれないなって思いますね、意識の、うんうんうん、少なくともカルチャルバイアスを疑えるってことじゃないですか、うん、まあ、もちろんあのビーガン流行ってるからビーガンになるみたいな、それはそれで問題ですけど、慣習マインド、ファッションビーガンもいますもんね。そう、そう、それは慣習的マインドですから、発達段階とは関係ないことですけど、そう。うんうんうん、でも自分の中でね、腑に落ちて食事線を変えるっていうのは、意識の発達の一つ現れなんじゃないかと思いますね、行動次元での。いやそうですね。こう自分がこうなんだろう、当たり前だと思っていたことを客体に置けるっていう段階でもう再化ができて、でその後にこう自分の実践までいけたら、この統合もできてるっていう状態です、ね。そうですね。そうですね。そうなるほどな。そうそうそう。伊藤さん、1個渡るさんいいですか、聞いてまた。おう、はい。この間、今ちょっとトレーニングのところでふと思ったことがあって、これ知ってれば、うん、まあ、トレーナーの伊藤さんだったら知ってるかなと思ったんですけど、自分じゃ分かんないことがあって、あの、うん、やっぱりトレーニングするとき、重りとか使うじゃないですか。で、うんうん、私がちょっと気になってたのは、大体重りって5キロ刻みとか、うん、まあ、2.5kg ぐらいの刻みじゃないですか、 2.5kg。 で私がちょっと思った疑問は何かっていうと、あの自分の筋肉量が何パーセントアップしたら1キロ増やすことができるのかなっていう、今の5キロとかだったら分かんないですよ、自分の筋肉がどれだけついたのかとか。確かに、でも筋肉測ることがちょっと器具とかないから、うん、で次の5キロアップまで行くのにどれだけ筋肉増やす必要があるのかなって、なんかもし一般論で、うんうん、筋肉量これだけ増えたら重さ1キロ増やせるとか、なんかそれ知ってたらちょっと知りたかったんですよね、対応。ああ、それ、あ、対応、あ、面白いですね。
そう、うん、例えばですけど12回マックスでしたっていう、回数でね、今12回でワンセットされてるんですよね、うん、そうですね。で、その場合ここね、でも12回があの完全に私、うん、多分渡辺さんの言葉で言うとピークアウトじゃないんですよね。なんか15回とかやれちゃうんで、その前の12回で終わってる感じがしてて、でも1段階おもり上げちゃうと10回が限度なんですよね、うん、で一応トレーナーの私のトレーナーは10回ぐらいの方を結構進めてたりもするんですよ。あ、うんうんうん、そうそう、だからちょっとねそこのあたりも含めて、確かにこれは本当難しいですよね、実際の数字。一番ねもちろん簡単なのはおっしゃる通り体組成計なるものに乗って測るのがいいんだけれど、それを重さと回数だけで換算するってなった時には、あ、体組計がそんな計測器がやっぱあるんですね。それ乗ると筋肉量、あ、ごめんなさい、そう、うん、筋肉量と脂肪量と体の水分量とか、うん、はあはあはあ、でしかも体の水分量が筋肉の細胞の中に入っている水分なのか、つまりいい方の水分なのか、うん、体外水分と言われる、まあそこまで重要じゃない水分なのかっていうふうな面白い測定ができたりして、うん、なるほど、こう腕の筋肉、足の筋肉、体幹部分っていうふうに部位ごとで分かれますね。すごい、筋肉量も部位ごとで分かるんですか、それ。分かります。え、すごいっすね、あ、そんなあるんだ。そう、電流を流して、うん、その跳ね返りで測定するというものですね。あ、そっかそっか。あ、じゃあそれだったらそれを使えればね。でも基本的にそれだとトレーナーの方しか持ってないですよね。一般でも買えるのかな。買えるっちゃ買える。まあ買えるっちゃ買えますね。あの、どこまで正確かは置いといても自分のなんだろうな、その機械にとっての基準値っていうのがあるはずなので、うん、その機械に合わせて基準値の差を見ていくっていうのはいいかなというふうに思います。なるほどね。うん、あの、いろんな機械を毎回毎回測っていくと、うん、安定したデータにはならないと思って。なるほど、なるほど。あ、ちょっとそれ検討してみますね、うん。うん。そうですね。ちょっと僕も調べていくつか候補を後で送りますね。あ、いえいえ、なんかわざわざ、わざわざありがとうございます。あ、いや、そんな、もう、体組成計と調べれば出るぐらいです。出てきますか。すごいな。あ、なんか参考になるな。うん。やっぱこうやってね、ちょっとの変化を感じたいじゃないですか。うん、そう、やっぱ学び実践上こうちょっとの変化を見つけられるかっていうのは一つやっぱ継続とか喜びに関する。はは、なるほど。そうそう、この間やっぱふと思いましたよね、そこのところ、うん、いや、本当そう、加藤先生のトレーニングに対する向き合い方って、こうトレーニングがなかなか続かないとか、トレーニングどうやったらそんなに結果が出るのっていう人にもかなり貴重なアドバイスかと思うんですけど、本当ですか今、うんうん、そうやってなんでちょっとの変化を見るっていうのがやっぱ大切ですか。やっぱそこでしょうね。なんか多分、うん、私たち人間はどうしてもなんか大きな成長とか大きな変化を期待しがちなんだけど、でもやっぱよく考えるとそれは積み重ねでしかないんですよ、うん、そうなってきたらやっぱいかに小さな変化成長 に気づき、そこに喜びを見出すことができるか、気づくだけじゃダメなんですね。気づくだけじゃダメで、気づいてそこにエモーションをセットにしないといけないんですよ。気づくっていうのはコグニションなんで、コグニションじゃ人は動かないんですね。イモーションはまさにその動かす力がこうあるんで、うわ、すごい、うん、モーションかけてくれるのがエネルギーのモーションでイモーションなんですよ。だから気づくだけじゃダメなんです。気づいたところに感情を乗せる、しかもそこの感情はもう多分自然に生まれるっていうのが一番よくて、だからこういうところに植物育てたりすると芽がちょこっと出ただけでも、あ、出たって喜びじゃないですか。こういうちっちゃい頃をやってるかどうかっていうのは結構クリティカルかなってなんか思いますよね。確かにな、小学校の時朝顔の花が、あ、そう、学校行ったら咲いてるだけで嬉しかったもんな。そうっすよね。そういったちっちゃい変化を運動の場でも持たないとな。あ、お父さんすごいですね、小学生の時からモーニンググローリー朝鮮朝顔というサイケデリクスを育てたんですか、すごい。そう、諫早は寛容なんですよ。寛容です。そっちの朝顔じゃない、一般的な朝顔ですね。なるほどな、すごい、そんなのがあるだ。いやー、でもそうっすね、うん、あとはでもやっぱあれですよね、多分その自分で工夫をしながら発見するところのやっぱ喜びというか、うん、これも私の尊敬してる思想家のロイ・バスカーが言ってたところですけど、やっぱり私たちの存在の根幹にはやっぱクリエイティビティというのがあって、うん、自分のクリエイティビティを発揮してるときが一番楽しいんですよ。
一番セルフの深いところで喜ぶんですよね。だから創意工夫をしながら創造性クリエイティビティを働かせながらいろんな実験をしてみるっていうのはやっぱ私はすごくおすすめしてて、まあ、そこにはもちろんまた向き合わないといけない実験して失敗したらどうしようみたいな怖さとかもあると思うんですけど、それは小さな実験にすればいいだけなんで、そうそうそう、やっぱ実験する楽しさをね多くの人たち忘れてるんですよね。トライアンドエラーが少ないし、そもそもトライが少ないんですね。トライとエクスペリメントが少なすぎるっていうのがちょっと私の見方かな。いや大事なポイントだな。なのでミスをしないようにこうなんだろうな、次のアクションを提示するってこともまあ時には大事かもしれないけど、ミスしてもいいんですよ、だから大胆なチャレンジしましょうっていう姿勢も大事ですよね。そうですね、対人支援上だったけど、まあ、ちょっとまた話は別かな。あ、そうですね、そうですね、関係性があってね、もし対価とかが発生してたらやっぱそれはちゃんと成果を見せないといけないところと、どれだけ実験できるかの兼ね合いを見ないといけないんですけど、ことセルフ実践、セルフラーニングになると基本的にはもう過去うまくいったことはやらないっていうのが大きいですよね。いやもちろんとはいえ人間はやっぱ惰性で動くから過去のものを踏襲しがちで、そうか、もちろん狙った効果があるとき、例えば白シミ接種するときには、それはもちろんですよ。ネットはもう、それは避けないといけないじゃないですか。そういうことはしませんけど、服用量をこれくらいにしようかなとか、はい、そういう実験はやっぱしてみますよね。音楽こうしようかなとか、そう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 。あ、そうですよね。うん、そうですね。そう。なんか私、最後ちょっと、まあ気づけば1時間ぐらい経ってて、ちょっと実験とかトライとかで、最後何かちょっと考えとかあれば聞いてみたいですね。いや、そうですね。いや、最近ですね、こう、うちのクライアントの皆さんが、実はラジオ聞いてるっていう人がちらほらいたんですよ。で、え？マジっすか？そう、なんで教えてくれなかったんですかみたいな会話になるんですけど、逆にこっちから、なんだろうな、もうサイケデリックっていうのを、まあ、まだこう皆さんに、こう、うん、いきなり実はサイケデリックっていうあの話のあの展開もそんなないから言わなかっただけなんですけど、うん、まあ、ちょっとなんかお伝えしていくっていうような感じでもいいなぁと思っていて、いいっすですね。うん、それはなんか渡るさんのトライアン、トライですね。そうなんです、そうそうそう。いいじゃないですか、それ。いや嬉しいですね。聞いてくださったら嬉しかった、うん。しかも面白かったとかですね、感想までもらっちゃったりして。いや、ちょっと嬉しいな。どこ聞いてくれたんだろうと思って。そうそう。今回の、今回でいくとハイエナのところ聞いてほしいな。ハイエナ、そうだ。そんな面白いかな。で、普段見せてるトレーナーの渡さんの顔とは絶対違うでしょう。あのハイエナの目つき。ハイエナの目つきで徘徊する。見せたいな、皆さんに。皆さんが思ってる、そうだ渡さんじゃないんですよっていうね。なるほど、そういうことか。いやでも嬉しいな。それでいくと、振り返りのセッションでですね、なんと今回3通もレターが、ちょっと待って、いつの間にそんな大人気ラジオ番組に。そうなんですよ、ちょっといつの間にか私も、今朝確認したら、えっと思って3通届いてたんで、ちょっと振り返りのセッション。ちょっと読み上げていきましょう。はい、ではですね、本編、はい、このあたりでちょっと閉じていきましょうか。では、はい、では、わたるさん、第43回、いかがだったでしょうか。いやー今回もありがとうございました。ありがとうございました。今日はですね、この究極の実践者、傭兵加藤さんの、まあ本当、すさまじいと言いますか、こう、極限の、究極の実践者かつ、何ですかね、継続者であり、まあ、そういった姿を垣間見えて、やっぱりこう、変化、変容をずっとし続けている人の、なんだろうな、こう空気感に触れるだけでも、こっちも何かそういったアクションをしないとなっていうこと、それは多分、まあ、悟る、こうざるのレベルで、まあ、伝わってきているものかと思うので、うん、まあ、この前回の話にもありましたけど、このインテグラルサイケデリックラジオ自体が、何かそのイントキシケーションというか、うん、何かこう伝わるものがあるような、まあ、そんなラジオにも今後なっていけばいいかなというふうにも感じました。本日もありがとうございました。ありがとうございます。ます。ではですね、はい。からもシェアをさせていただければと思います。渡さん、皆様。43回も聞いていただきどうもありがとうございました。今回はまあ自分でシリーズ作っておきながらね、ちょっと聞いてくださいよシリーズ。これなんで自分作ったのかなって思った時に、あ、自分がちょっと聞いてくださいよっていうネタあったからかなってちょっと思ってて。そんな気づきが、そんな気づきから結局今日もね、渡さんに
私の話をだいぶ聞いてもらったなってちょっとこう思ってて、いえいえ、まあ本当にこうなんでしょう、冒頭の白シビンの話、マッシュルームを育ててる話の中に、うんうん、渡るさんからのこうね、あのご意見あって、あ本当その通りだよなっていう気づきが、まあ、やっぱりまたあったんで、でトレーニングのところもそうだし、食事制のところも本当にそうだよなって思わされることがこうあったんで、なんでしょうね、やっぱこの瞬間に私たちが関心持ってることを話すってことが、まあ、一番本当にこうお互いにとってもいいのかなっていうのは、うんうんうん、今日改めてこう気づき、で渡るさんが今おっしゃってくださった何かこうね、イントキシケーションのようなね、酩酊のような、まさに皆さんの意識のこう変化変容を促せるようなですね、触媒になるようなラジオを引き続きお届けしていきたいと思います。ではですね、43回の振り返りをまた聞いていただければ幸いであります。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。